やっほー、神谷さんです。今日は人生初のスイカゲームに挑戦してみたいと思います。スイカゲームやったことないですか？ないです。どういうものか知ってます？なんか、あの顔になんかリンゴとか、リンゴとかの中に顔が書いてあって、こうプニってなって、なんかでっかくなるみたいな。あ、人がやってるのは見たことないですか？ないです。あ、そうなんですね。意外ですね。結構、何ヶ月前だ、4ヶ月ぐらい前から結構流行ってますね。流行ってるなーぐらいで。なんか名前は聞いたことあるなーみたいな。あれで、さくらんぼとさくらんぼがくっついて、いちごになるんですよ。1個。うん、で、いちごといちごがくっついて、ぶどうになる。うん、みたいな。それどんどん大きくしていって、最終的にスイカができるっていうのがスイカゲーム。うん、スイカができたらゴール。そうです、基本は。なんですけど、器というか容器みたいなのにぎゅうぎゅうにこう詰めていく、上から落ちていく、だテトリスみたいな感じで上からこうフルーツが落ちてくるんですけど、自分でこう落とす場所を選べて、あ、そうなんだ。いや、難しそう。どんどんこうフルーツを大きくしていってスイカが最終的にできる。で、その容器にもう一個スイカ作れて、ダブルスイカっていう、うん、スイカとスイカがくっつくとパンって全部消える。ゴールは？ゴールはないです。それがぎゅうぎゅう詰めになったら負けっていう。あ、じゃあマジでテトリスと同じってことなんですね。そうです、そうです。テトリスが一番目に来たら終わりみたいなのと一緒で、スイカを作ったりとかして、そのフルーツがもうぎゅうぎゅう詰めで、なるほど、もうフルーツ落とせないってなったら負けです。さくらんぼ、いちご、さくらんぼ、いちご、ぶどう、ペコポン、柿、リンゴ、梨、桃、パイナップル、とメロン、スイカです。とそうです。で、落ちてくるのは柿までは落ちてきます。うん、だから、さくらんぼから柿までは落ちてくる。作んないといけないってことか。そうです。だから柿と柿をくっつけてリンゴができて、リンゴとリンゴくっつけたら梨ができて、一発でできるんじゃないかなって、ちょっと。まあまあ、トレンドだからね。思ってるんですけど。確かに。できると思う。できますかね。はい。楽しみですね。楽しみ。じゃあやりましょうか。やります。ちょっとね、本当はスイッチなんですけど、この前携帯版が出たので、ちょっと携帯で今日はちょっと挑戦してもらおうかなと思います。基本的にはなんか一緒らしいんで、動きとかも。ゲーム、スタートー。はい。あ、オレンジ来た。とりあえずじゃあ端っこ、待って、オレンジって何番目だっけ。あ、さくらんぼちっちゃ。あ、オレンジ、あ、合体。リンゴになった。え、リンゴってここまででかいの。ぶどう、う、え、待って、これ、あ、柿か、さっきの。あ、でこぽん。あ、ほんとだ、動いちゃう。ぶどう、待って、あ、いちご、え、待って、ミスった。で、さくらんぼ、あ、いちごになるのね。ってことは、こっさくらんぼ2個で、いちごで、あ、ぶどうになった。よし。ちょ、あ、りんご。で、コポンと、柿。お、りんごが3つ。りんご3つやばくない？ちょっと待って。梨かなこれは。今、りんご3つやばくないって言ってる人いないかも。え今の。めっちゃすごくない？今、スイカゲーム知ってる人で、りんご3つすごくないって言ってる人、多分1人もいないです。え、じゃあ別にすごくないってこと？え、すごいっしょ。で、今はぶどうが3つある。お、押して、ここまた柿、え、待って、そしたらどうしよう、どこに入れるのか。ちょっとぶどうの動きとかにする。あ、ネクストも出た。で、柿、リンゴ、あ、リンゴくっついてほしい。これリンゴってくっつかない、こうやって横にしてもダメなことなのか。え、じゃあどの上え、ね、このちっこいのがさ邪魔なんだよな。え、ね、待って、ね、これくっつい、あ、これでいく、あ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 、待って、めっちゃなんか色が春っぽくなった、ね、よし、待って、これくっつけ、くっつかない、これくっつく方法ってない、ついてよ、振っても無理です。リンゴ、ね、リンゴ邪魔だな。あ、間違えた。え、じゃあもうこのさ、いちごとかも一生救われないってこと？
いや、そんなことないです。そんなことないですか。やり方次第です。食えます。これちっこいんじゃないかな。ブドウに。あ、なんかポンポンした。これ桃になったの。桃かな。あ、なんかちょっと違う。あ、スイカゲーム楽しいわ。いけ、よし。イチゴの次、ブドウも覚えた。てか、みんな、これも無理なのかな。ほんと、なのに。もう一回。どれですか。ここ今、みかんってなったのに、くっつかなかった。え、これじゃあ、じかにくっつかないとダメってことか。え、お、なし。え、結構いかんじゃないこれ。ブドウ。いけ、くっつけ、よし、くっついた。よし、くっつけえ、じゃあこれとか絶対くっつかないんですか。どれとどれ。これみかんとみかん。みかんとみかん。そう、それはみかんと柿か。柿と柿か。柿か。それは結構厳しいな、なんかすごい。なんか結構やばいんじゃないこれもしかして。え、いけ。よし、ポンポンになった。ポンポン。え、なんか。え、やばい、もう絶対このさ、いちごとさ、ストロベリー、いちごとストロベリーは同じだ。いちごとさ、このなんだ、これ救われないもん。僕もこのいちごちゃんが。あ、てかりんごとかももうくっつかないんだけど、どうして。え、これさ、みんなさ、頭良くない？そしたら。桃2個できた。桃2個。よし。いけ。え、まだか。いけ、ポンポンだった。ねえ、ここポンポンなってますね。くっつかなかった。え、またち。邪魔だな。いけ。よし。桃三個。でも桃三個ってさ、めっちゃ邪魔じゃない？桃三個バラバラじゃない？あ、パイになった。え、これもうすぐってことですよね。パイナップル、メロン、スイカです。え、これいけるか。あ、もういけるか。え、このリンゴとかさ、ミスった。いちご邪魔。あ、これもう終わるかもしれない。どうでした？もう一回やってもいいですか？で、進化でいいですか？はい。これめっちゃ難しいね。え、こんなだってちっちゃいケースの中にさ、入るわけないじゃん。え、そう、入れるんですよ、だから。え、これクリアする人いるんですか？いますよ。え、メロン2個とか絶対、あ、メロンでスイカ2個とか絶対無理じゃん。え、これ、コツとかあるんですか？ちょっと上手い人のやつとか見てみます？一回。で、ちょっとその人のやつ見て、あ、こうやるんだみたいなのを学んで、もう一回挑戦するみたいな感じしますか？はい。え、すごい。なるほどね。どんどん大きくなっていくんだ、こうやって。そう。なるほどね。理解した。なるほどね。この人頭いいわ。いや、もう。これ、ね、そうですか。これ理解しました。Okay. 理解はした、うん。できるとは言ってない。
理解はした。例えばね、ブドウの上にデコポンを置いちゃうと、もうブドウがくっつかなくなったりするから、うん、ブドウの上に置くんだったら、サクランボ置いといて、あ、サクランボじゃない、イチゴ。イチゴ置いといて、くっつけてボンボン。イチゴ、ブドウ、デコポンみたいなのをバババって作れるっていう。なるほど。まあ、ぷよぷよの。めっちゃ理解しました。え、おもろそう、イカゲーム。おこっこ。じゃあ、いきますか。余裕質疑は。ゲーム。2回目ですか ?2 回目。ゲーム。スタートー。さっきね、1000点しか取れてなかったんで。え、しょぼいんですか、それは。だいぶしょぼいです。ただ、もう聞いちゃったから、3000点ぐらいって言われてる。あ、こうかっちゃった。え、待って、全然そのセオリー通りにできてないんだけど。大丈夫か、これ。あ、ここか。なるほどね。お、ポンポンってなった。あっ、あー、逆だけど、まあいいや。なるほどね。あ、ちっちゃいのマネコ落ちたばかだから。お、なし2個できたけど、邪魔なものがたくさんいて、全然ダメダメです。あー、くっつかない。くっつかない。くれよ。お、桃できた。あ、くっついた、くっついた。ちょっと待つとじわじわじわってこう押し込んでいったりとかするんで、うん、ちょっと待つとかっていうのもあり。待つ戦略。なんかリンゴがめっちゃできちゃった。どうし。チビ。チビ。桃2個だけど間にちびっこがたくさん入ってて全然ダメダメだ。間のちびっこたちをなんかうまく成長させて成長してほしいんだけど、その桃同士が今くっつかなくても片っぽがだからパイナップルになってこのパイもう一回パイナップルって作らなきゃいけないんで、確かに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 。なし3つになっちゃった。邪魔だな。あ、くっついた、あ、ダメだ。あ、あ、ミスった。すっごい邪魔だな。携帯傾けても無理ですから、うん、でパインできた、パインできた。なんかいけるかなって思ったんだけど、え、これめっちゃ面白いな。やば。あ、ああ、待って、またなし3つになっちゃったんだけど、どうしよう。世界ランク1位とかすごいな。あ、でも本当にダメだ。あ、
あ、もう全然セオリーとか無視でやっちゃった今。あ、桃2個、桃くっついてほしい。セオリーってなんだっけ。あ、桃3個になっちゃった。こんなの、まふれよ。あー、もう、いけ、いけ、なんで転がってくんないの。いけ、くっつけ、よし。だけど、もう溢れそう。自己ベストを更新しました。1262。残念でした。これ難しい。これ難しい。ありがとうございます。難しいですね。面白いですかね。面白い。確かにスイカゲーム流行るの分かるな。どこまで行きました。一番付近のメロンまで行きました。パイナップル。え、なんでなんで。待ってメロン行かなかった。え、難しい。これは流行りますね。流行ってるんですよ。あ、そっか。遅い、ね。4ヶ月ぐらい遅い。もう流行ってるんですよ。今流行ってた。ちょっとまたちょっと訓練して、もう一回やりたいと思うんで。さすがに1200点はしょぼすぎる。ですよね、多分。かなりしょぼいよ。でもまあいいや、楽しかったんで、ちょっともう一回チャレンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それと SNS の Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお願いします。ありがとうございました。